身近に潜む危険物を知る、あなたに役立つ東京の防災情報を発信、東京消防ナビ危険物安全週間。知っていますか？身近に潜む危険物の怖さを、天ぷら油、アロマオイル、ガソリン、アルコールなど、実は生活に欠かせないものにも多くの危険物があるんです。危険物とは火災の発生や拡大の危険性が高いもので、消防法令などで保管方法や取り扱い方法が定められています。今回の動画ではガソリンのセルフ給油とアルコール消毒における注意点について解説していきます。まずセルフスタンドで安全に給油するためのポイントです。給油前はエンジンを確実に停止させましょう。ノズルを握る前に静電気除去シートに触れましょう。ガソリンは揮発性が高く、静電気の火花でガソリンの蒸気に火がつく可能性があります。正しい操作で給油しましょう。ノズルを奥まで差し込み、継ぎ足し給油はガソリン漏れの原因となります。絶対にやめましょう。続いてアルコール消毒の時のポイントです。アルコール消毒の近くで火器を取り扱うのは大変危険なので絶対にやめましょう。調理中のアルコール消毒にも注意が必要です。今回調理中にアルコール消毒をした場合の火災危険について実験をしました。一緒に確認しましょう。スプレーで霧状になったことでガスコンロの火元から簡単に洋服に燃え広がりました。調理中にアルコール消毒をする際は火元から離れて行いましょう。私たちの生活に欠かすことのできない危険物、身近にあるからこそ確実安全な取り扱いをしましょう。毎年6月の第2週は危険物安全週間です。危険物の安全な取り扱いを身につけましょう。